はい、皆さんこんにちは。ロボット大好きお絵描き玩具チャンネルロボラボです。さあ今回は2022年10月についに超合金魂として発売されるマジンカイザースカル、こちらの作品にちょっと触れていきたいと思うんですけども、俺たちが地獄だ、物騒ですね。このマジンカイザースカルは2011年に発売された、全3巻の OVA なんですけれども、とはいえトータルで映画1本分ぐらいの長さにしかならない作品ではあるんですが、これは当時買った OVA の第1巻です。このロボットね、特にストーリー的には他のマジンガーシリーズとのつながりはないんですけれども、割と破天荒なキャラクターとメカで、そして単純明快なストーリーってことで、僕は楽しまさせてもらったんですけれども、で今日遊ぶおもちゃはその主人公ロボのスーパーロボット超合金で、今この出してるのはスターターパックって言いまして、第1巻のセットになっていた超合金でもね、これ第1話見てその場でこの超合金で遊べるっていうのが、結構買った時ご機嫌でしたね。この辺が付属品の手首類で、この武器がガザン刀。今回のパイルダーはスカルパイルダーって言いまして、本当はねこれ翼が展開して空飛ぶんですけれども、今回はとりあえず外せるだけ。超合金魂版の方は、変形するかどうかちょっと分かんないんですけど、とりあえず飛行状態のスカルパイルダーがついてるようです。劇中ではパイルダーでの空中戦なんかもあったんで、割と活躍はしてます。さあこれが DVD 第1巻スターターパック版のマジンカイザースカル。武器の持ち手については、こいつは剣の持ち手と銃の持ち手が2種類ついてるんですけれども、まずこっちのすごい武器ガザン刀を持たせて遊んでみましょう。今日の動画もぜひ最後まで見ててください。そしてまた今回もチャンネル登録やグッドボタンよろしくお願いします。あとツイッターもやってます。ちょっと早めの次回予告なんかもやっておりますので、フォローもぜひ。この柄の部分が伸縮可能になってまして、伸ばした状態で両手持ちさせたりすることもできます。ベルセルクのガッツみたいに背中にこの剣背負ってる時があるんですけど、これが接続用のパーツ、これで背中の穴に取り付けます。胸のパーツはこのように可動して、腕が当たらないように避けることができるんですが、ただこのプレートの部分はこうやって取っちゃって、で2つに分割して銃両手持ちで戦うんですよね。ただこのおもちゃは分割はできなくて、とりあえずこのドクロマークを外した状態 でドクロだけこっちに戻して、これが胸のプレートを外した状態ね。でこっちが外したやつなんですけど、これは使わないで、このね分割されてる状態の別パーツがついております。この武器がねブレストリガーっていうんですけど、一応持ち手は銃専用の持ち手が付属しております。劇中のガンアクションがたまらないんですよ。っていうか銃を使って戦うカイザーって、なかなか貴重な存在ですよね。で劇中では持ち方を変えて斧みたいにして戦ってる場面もありましたが、一応やれないこともないです。さらに2つの銃を合わせて、ロングトマホークみたいにして戦った時もあるんですけど、ちょっとそれは再現できないです。一応このブレストリガー2つを合わせて、でこの状態で胸に取り付けることもできなくはないんですけれども、この状態でドクロのマークでこうやって押さえておけば、ただねちょっと重心が長くてなんかかっこ悪いな。スーパーロボット超合金なんで、手首はこのように外れるようになってますから、ロケットパンチを再現することが可能。
まあ、今回の技名はね、トルネードクラッシャーパンチ。このマジンカイザーは一応2人乗りなんですけれども、まあ、剣で戦う時と銃で戦う時でそれぞれパイロットが入れ替わるんですね。任せたぞみたいな感じで。さあ続きまして、マジンカイザースカル、今度はこちらのスーパーロボット超合金。2015年になって新たに発売された方です。でこっちがバージョン違いでファイナルカウントバージョンって言います。どちらも基本的には同じアイテムなんですが、ちょっと仕様が変わっております。じゃあまずは先に出た方の通常版、これを開けてみましょう。劇中でも印象に残ったマント、これがさっきのスターターパック版にはついてないんですよね。手首の種類はなんかさっきよりちょっと減ってますけれども、ボディも全て新規で作り起こされてるんですけども、だいぶ大きくなってます。じゃあちょっと近くから見てみようかな。スーパーロボット超合金通常版がこれ、まあ、こっちのパイルダーは残念ながら取れません。まあ、特に脚部にダイキャストが使われているね。まあ、さっきのやつと大きさ比べるとね、こんな感じで違います。あと手足のカラーリングがちょっと銀になったりしてるのが特徴かな。まあ、あんまり銀色のイメージは個人的にはないんだけど、でこっちの新しい方の超合金は少し関節に引き出し式が採用されてます。この肩のスイングとか、あと胸と腰が引き出し式、さらに引き出せる箇所というと足首の部分だね。さあこっちのもでかいよ、ガザン島。さっきのよりもさらにでかいよ。まあ、柄の部分はやっぱりこれも伸縮可能。ガザン島の持たせ方はさっきと同じなんだけれども、ただこちらの超合金の場合は武器の持ち手が剣と銃と両方とも共用になってます。まあ、個人的には別々にしてくれた方が遊ぶ時は遊びやすいかな。まあ、いちいち持ち直すのがめんどくさいってだけなんですけど。よし、こっちもまたブレストリガーで遊んでみよう。まあ、この辺の稼働はさっきと同じ。まあ、接続方法もほぼ同じなんですが、まあ、このドクロマークを外して、でこのプレート部分を取り外す。ただ今回はこの重心を外して、まあ、そうすると分割ができます。で重心部分だけ別パーツになってるので、まあ、これを取り付ける。さっきも言いましたが持ち手は刀と共通なんですけど、やっぱり銃の時ね、ちょっと持たせにくいようなイメージが。スターターパック版の方で再現できなかったロングトマホーク状態なんですけども、残念ながらこっちでも再現はできません。ただ今度出る超合金魂の方には付属してるみたいです。あと持ち方を変えて斧にして使うのも、ちょっとこの手首の形状だとなんかうまく握れない感じですね。じゃあ次は本命のマントパーツを取り付けて遊ぼうかな。これ一応ここの部分で差し込めるようになってて、これが完成状態で、背中にこの突起を取り付けます。頭は一旦取り外して、で上からかぶせて、で背中の突起を押し込んで、これでロック。マントの可動箇所はここが動くようになってて、あとちょっと回転しますね。このジョイント部分が回転。あと背中はこうやってスイングして、でジョイントの付け根のところで回転が可能。こういう回転ね。僕実はこの通常版の超合金は一回手放したんですけれども、
でもやっぱりマントのパーツが惜しくて、結局もう一度買い直したんですよ。なんか僕たまにそういう買い直しやっちゃうんですけれども、まあ、皆さんもねそういうことってありませんか？やっぱりまた買っちゃったみたいな思い出ありましたら今日のコメントに書き込んどいてください。続きましてファイナルカウントバージョンの方も出してみよう。まあ、これは OVA の第3巻の、まあ、いわゆる最終回バージョン。背中にある大きなウィングのパーツ、これがついてるのが特徴。中身は基本的には同じなんですけど、これが新規パーツ。はい、本体で微妙に変更されてる箇所があるんですけれども、これ近くから見るとこれ右目が潰された状態になってるんですね。これ劇中第2話の最後でやられるんですけど、まあ、それを再現しております。さらにこの銀色の部分にあたるカラーリング、まあ、これがね通常版とちょっと違ってますよね。まあ、どっちかというとこっちのファイナルカウントの方がこのスターターパック同様劇中に近い色合いのような気がします。あれ？あれ？なんかおかしいよね。あれ、肩幅の向き違ってますよね。どうやら交換は大変じゃないみたいなので、いやでもこれ買った時からだったのかな、全然気づかなかったな。とまあこんな感じでどうやら無事に遊べそうですね。関節可動はさっきの通常版と同じなんですけれども、やっぱり最初のスターターパック版に比べたら少し進化を感じ取れます。ちょっと腰とか股関節とか関節緩めでした。さあじゃあお待ちかね、ウィングパーツ取り付けて遊んでみよう。これ劇中では、まあ、ウィングルっていう女性型ロボットの一部のパーツが外れて、で背中に合体するんですね。ウィングルクロスって言います。ウィングの方の可動箇所はこの付け根でスイング、そして角度が変えられて、でさらにこの真ん中のところで横に展開。ちなみにこのウィングがもともとついていたウィングルっていう女性型ロボット、デザインは、まあ、頭に翼がついててまるでシレーヌみたいな感じなんです。このウィングルクロスを行うとカイザーの武装は強化されて、まあ、銃も実弾以外にビームが撃てるようになったり、あと内蔵武器とかもね使えるようになるんです。そういえばこのバージョン、ガザン島の色合いもちょっと違うね。超合金魂版だとこれどんだけでかくなるのか、気になるな。ちなみに超合金魂版、写真で見るとカラーリングがちょっと青っぽく見えるんだけど、実際はどうなるんだろう。個人的にはダークな色合いの方がこのロボットに似合ってるような気もするんですけど、もちろんこちらもトルネードクラッシャー再現できるようになっております。これ使って遠くにある刀を回収したりもしてたよね。このファイナルカウント版は背中にガザン刀を取り付けるためのこの接続パーツ、こっちのバージョンには付属しております。だから付属品で考えると両方のバージョン買って、まあ、やっと一人前って感じでしょうか。こっちのファイナルカウントバージョンにも先ほどのマントはもちろん取り付け可能ですので、まあ、こっちの方が劇中カラーっぽい組み合わせだしね。で頭部も通常版の方に取り替えちゃえば、まあ、この第1話とかで登場したシーンとかあの辺をイメージした状態にすることもできます。そういう意味ではこのスーパーロボット超合金、まあ、どちらもねちょっと手放せないっていう感じなんですけれども、超合金魂版の方はとりあえずウイングが付属してないみたいなんですけど、まあ、別売りにするのか、まあ、どういう処理にするのか気になるところです。じゃあ最後に3体並べて大きさも比べてみようかな。こっちがスーパーロボット超合金の通常版の方で、
ちなみにファイナルカウントバージョンのファイナルカウントってのは、あの第3話のサブタイトルです。実際の大きさも測ってみると、こっちが17センチぐらいかな、で小さい方が14、15センチという感じで、これらがスーパーロボット超合金のマジンカイザースカルでした。じゃ今日のエンディングはこの3体を眺めながらちょっとお別れしていこうかなと思います。いつも皆さん楽しいコメントありがとうございます。前回の動画はモビルスーツインアクションのガブスレイでしたが、いや結構この茶色いモビルスーツお好きな方いらっしゃいますね。お、このシリーズかつて開発を担当された方からまたコメントをいただいておりますね。ありがとうございます。あとはガンプラ買えなくても僕らにはハイコンプロがあるじゃないかも希望というお声もありますけれども、いいですね、ハイコンプロも結構ありますよ。お、雑談の生放送なんかも聞いてみたいなんて、もうありがたいこと言っていただいちゃってもう光栄です。どうなんでしょう、普通の会社員の僕なんかでよければ、まあ、いつかやってみたいと思います。さあじゃあそろそろお別れかな。また次回も僕のお気に入りおもちゃで一緒に遊んでください。じゃあその時まで皆様ごきげんよう。またお会いしましょう。さよなら。